疲れた。はい、ヒゲでございます。ヒゲでございます。今20時過ぎたところですね。今日5時から積み出して、今までもうノンストップですわ。一回も休憩してんから、足がもうだる。まあいっぱいになったぐらいなんですけどね。もう何しか細かくてですね。詳しくは言われへんけど、あのマスクとかも扱いましたね、今日ね。やっぱ結構出だしてますよね。なんかどうやらなんかこう、ね、他のなんか業者とかが結構抱えてたっていう噂を聞きましたけどね。ほんまか嘘か分かれへんけどね。だから、なんかこう規制がね、かかるっていうから、もう今からいっぱい出てくるかもしれないですね。さあ行くか。ああ、疲れた。はい、本日はでございますね、東名に入っております。いや、何かね、いいグルメを食べようかななんて、思ってきたのではなく、また燃料を入れ忘れました。そして駿河湾沼津もスルーしてしまいましたので、確かね、浜名湖に宇佐美さんがあったんで、うさぎさんがあったんで、そこを目指しております。今日は多分浜名湖入り忘れはないと思うんですが、ご飯はね、また浜名湖以外で食べようかな、まあちょっと考えております。最近ですね、エンディングを変えましてですね、効果が出ております。順調に効果が出ております。女性比率ですね、あのチャンネル登録者のこう男女比率があるんですけども、女性比率がですね 7% から 7.5% に上がりました。よっ、拍手ができない。ハンドルから手を離せないので拍手ができませんが、その代わりといってはなんでございますが、13歳から17歳の視聴者層ですね、0% になりました。よっ、ゼロになってました。ゼロです。ということは、女子高校生なんているはずもないのでございます。あのエンディングを変えてしまったことによって、いたかもしれない女子高校生の視聴者さん、登録者さんはゼロになりました。順調に効果が出ております。その代わり、マダム層の支持を集めているようであります。でもあれやな、前回の動画の腰中四郎ネタで、女性ファンがね、ちょっと離れていく足音が聞こえたような気がしたんでね、今後の推移にまた注目したいと思います。一回だけここの高速の信号が黄色を点滅してることがありましたね。どうやらなんかトンネル内で何かやってると黄色に点滅したりすることがあるそうですよ。はい、こちらところ変わって、昨日の運行中のドラレコなんですけども、信号の下を見てください。なんかね、おるんですよ。わ、なんかな思った。これなんか鳥さんがね、いてあるんですよね。びっくりした。曲がるからよかったけど、まあそれだけなんですけどね。はい、三方原止めれました。で、ちょっとここで飯行っときますわ。さっきヒゲ剃ろう。これね、ヒゲがあると剃る面積が狭いからちょっと楽なんですよ。この辺剃るとね、カミソリ負けするんですよね。この辺もでも負けるとき多いけど、シェービング使ってないから。はい、というわけでね、座席もね、一席一席になってますね。これね、今こう 密にならんようにこう席を変えてますね、これね。はい、というわけで、餃子、ラーメン、ご飯、このお得なセットを今回いただきます。ご飯の
インパクトがすごすぎやろこれ。いやいいですね、ご飯大盛りただなんてね溢れてますねこれね。なんやろ、おご飯最後おひつに最後やからもうこれ持ったれみたいな感じで持ってくれたんでしょうかね。まあ嬉しい限りなんですが、うーん餃子はうまいですね、これ浜松餃子やつですね。いや美味しかった。でこちらね、何でしょう、浜松ラーメンですかね。なかなかね、醤油ベースの懐かしい感じのザ醤油ラーメンというような感じなんですけど、まあ僕のこれ合ってるかどうかわかんないですけどね、昔ね小さい頃に初めてかなフードコートというのがありましてね、あのダイエですわ、そこで食ったねあのラーメンの味に似ててなんか懐かしい思いがしました。さあこの盛りまくったご飯、食っても食ってもなかなか減りそうにございませんが、あー最高でございますね。はい、しっかりチャーシューも入っております、バックンチョ、はい最高にうまいでございますよ。あとはメンマですね、うんこいつもうまい、ご飯がなかなか減りませんがバックバックいっときます。飲み干す一杯をやっております。今日はまさかの飲み干す一杯、理由はですねこの浜松の文字が見たかった、ホモンモツホモンモツ。あのそう知らないって言えば今日ですね朝の番組、朝ですよ朝の生配信で、あのヒゲちゃんが最後にですねあの猪木のモノマネしたんですけど、あのそう思い出したもんね、もうずっと言おうと思ってたんですよ、ひげちゃんが今日の朝ですよ、今日の朝最後に猪木のモノマネで終わりますって言って、あの元気ですかみたいな感じで、元気があればコロナにも勝ってるみたいなこと言って、ああいうこと言うなと思ったら、元気があればこの子に見てやるって言ったんですよ。あの朝ですよ、朝にそういうこと言うんですよ、ひげちゃんという男はですね。いやこれで 7% も女性視聴者がいるっていうのは信じられないですね。で、まあ、どの子なんて知ってますかって言ってたんですけど、あの元気があればトルコにも行けると思う、トルコに行けますよね、完全に行けますね、元気がなくてもトルコに行けば元気が出ますよね、まあ、トルコっていうのは最高ですね。で、あの若い人はトルコ知らないっていうのは、あのトルコという国ではないですかね、トルコプロのことですよね、はい、ありがとうございます。すみません俺のこと言うとる、ね、はい、そうですね、すみません、ハンドルくるくるっと取ったら、ヒゲちゃんのせいでちょっとエロの方に寄ってったじゃないですか、あのトルコトルコ言うから僕もずっとトルコっていうのがもう残ったんですよね。関係ない、自分の街のアラフォーやって関係ないし、SE の RR、オインカワ、おーこのやつさんだけはほんま、おやすみなさい。おもろい放送やね、ほんま、おやすみなさい。はい、忘れず浜名湖で燃料入れます。で、どこ燃料はこっちって書いてんな、給油は休憩後に、あ行けんのかこれ、あの向こうかいな、うさみじゃないの、うさちゃんちゃうの、うさちゃん、あれエネオスウィングなってるやん、マジで、なんだよエネオスちゃうやろ、あ、いった、
さあなんとか結局ですね、名神の多賀まで来まして、宇佐美にたどり着きました。今日はね、だから東名で名神というわけでですね、昔のトラック野郎がの汗と血と涙が染み込んだ道路を走ってきましたね、今日は。はい、ワンタンでお願いします。ちょっと、はい、お願いします。はい、今日はですね、京都で1時間、大阪で1時間、おろし地いい待機がありまして、だいぶ遅くなりました。やっぱりね、最後、ね、プチ繁忙期ということで、結構荷物が他もね、多かったようなんです。まあね、最後やからね、久々にこういうの味わいましたけどね、まあなんとか今日も無事ね、終わることはできました。はい、お疲れさんでございました。時刻は現在5時、会社に帰ってまいりました。そんなね、まあ遅いとは言わないですけどね、ちょっと時間がかかりましたね、久々に5時とかなりました。もう明るくなっております。ことはまあやっぱりね、こう繁忙期と言いますか、ゴールデンウィーク前ですからね、一応今日が祝日で、ここからね本格的ゴールデンウィークなんで、まあそれもありえるかなというのと、あとまあ今回の567影響でね、だいぶまあまあ人を減らしてるのも多分あると思いますよ。急にちょっと最後ね、パッと荷物来た時に多分対応できないみたいなね、そういう感じで、結構待機も多かったんでね、まあそんなところやと思います。明日からねゴールデンウィーク、私は29仕事でございます今日帰ってね、ちょっとまあまあ、休息取ってまた夕方から仕事頑張ります。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。全国のマダムの皆様、お待たせいたしました。天才ボヤキー様の登場でございますわよ。ボヤキーからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。